アンデキサネットアルファは工業子薬であるダイサイ因子阻害剤を解毒するために開発されている知見薬である。アンデキサネットアルファは生物医薬品であり人のダイサイ因子をもとに分子設計されている。ダイサイ因子阻害剤との親和性がダイサイ因子より高くダイサイ因子阻害剤に競合して優先的に結合する。また第三因子としての活性を持たないように 設計されており、機能は第三因子阻害剤の補足に特化している。アンデキサネットアルファは、第一位や因子阻害剤には有効でないと思われる。人への抗原性は、2015年2月現在、知られていない。ラットを用いた実験では、アンデキサネットアルファは、エノキサパリニア・ホンダパリヌクスによる、抗凝固効果を打ち消して、失血量を減少させることが確かめられた。 小規模な大アイアイ臨床試験で人手の安全性と忍ぶ広姿勢が確認され、続いて、第2アイ臨床試験が実施された。第2アイ臨床試験では27人の健康なボランティアにアピキサバンを投与し、その後4群に無作為化して、生理食塩水、またはアンデキサネットアルファを 90mg、210mg、420mg 投与した。 420mg 投与群では、アピキサバンの効果を2分間で95%打ち消すことができた。2015年2月現在、アピキサバンに対する下毒作用を検証するアネクサ A 試験とリバーロキサバンに対する下毒作用を検証するアネクサ R 試験の2本の第 3I 認証試験が実施されている。ありがとうございます。